ご視聴ありがとうございます。前回からの続き。今回は、ハドソンの資金集め大作戦を、ご案内します。資金集め大作戦？そう、ハドソンは、任天堂との交渉も、無事に終わり、ファミコンのゲームの発売に、向けて、動き出すんだ。しかし、ここで大きな問題が、ハドソンの前に立ちはだかる。問題？そう、それは、ゲームソフトの製造資金なんだ。ゲームソフトの製造資金？そうなんだ。ハドソンの社内会議。社長、任天堂さんとの交渉は、うまくいったみたいですね。そうだな。任天堂さんから、我が社からのファミコンのゲームの、発売は喜ばしいことだと、言われたよ。販売手数料を、任天堂さんに支払えば、ゲームソフトは、いつでも発売可能だよ。よかったですね。開発環境への準備も、終わってますから、いつでも制作開始できますね。そうだな。それじゃ、すぐに開発を、始めましょうよ。まあ、開発は進めてもらっていいんだけれど、一つ問題があるんだよ。問題ですか？そう。実は、ゲームロムの製造なんだ。ロムの製造ですか？そう、任天堂さんとは、ロムの製造については、我が社が発売するゲームソフトは、任天堂の自社工場で、製造してもらうことになるんだけど、ロムの製造費用の半金を、先に任天堂さんに支払わなければならないんだよ。確かに、ゲームソフトのロム製造も、自社製造は無理ですからね。任天堂さんに、製造を受け持ってもらうことは、いいと思うんですけど、何か、問題なんですか？それがだな。ロム製造の資金なんだ。ロム製造の資金？そう。パソコンソフトの場合、1万本くらいの販売本数だから、ソフトの製造費用といっても、そんなに費用は、かからないんだよ。そうですね。しかし、ファミコンの場合は、30万本以上も、売れているんだよ。それは、いいことじゃないですか。まあ、何十万本も売れることはいいことなのだけど、我が社で、ファミコンのゲームを発売した場合も、30万本は売れるという予想ができるんだよ。30万本も売れるってすごいですね。まあ、そうなんだけど、問題は、ロムを製造するために、あらかじめ30万本以上の、製造資金を用意する必要があるってことだよ。ああ、そういうことですか。ということは、我が社は同時に、2本発売する予定ですから、ゲーム1本の販売本数を、30万本とした場合には、30万本かける2、ということで、60万本分の製造費用が、必要になるってことですね。そうなんだよ。それに、ゲームを発売するときには、広告費も必要になるからね。そうでしたね。そうなると。そう、ファミコンのゲームを発売する前に、数億円の資金が必要になるんだよ。へえ。そして、我が社に破損な資金は、ない。社長、どうしましょう。とりあえず、銀行さんに、融資してもらえるかどうか聞いてみるしかないな。そうですか。開発チームは、予定通りファミコンのゲーム制作を、進めてもらって、その間に、我々が銀行さんへ追加融資の、交渉を、してみることにしよう。わかりました。社長、よろしくお願いします。ということで、ハドソンは資金集めに奔走することになるんだよ。ハドソンは、任天堂との交渉で、ファミコンのゲームソフトの製造を、任天堂に委託することになるんだけど、ゲームソフトのロムの製造工場を、持ち合わせていない。ハドソンにとっては、ありがたいことではあるんだけど。問題は、ゲームソフトを発売する前に、ゲームロムの製造費用を、事前に用意しておかなければならないんだよ。資金繰りが大変そうだね。ハドソンは、パソコン業界で、名は知られているとはいえ、当時はまだ小さな中小企業。数億円の資金を用意することは、容易なことではなかったんだよ。こうして、ハドソンはゲームを発売する前に、数億の現金を用意しなければならなくなったんだ。これは、後にファミコンに参入するゲーム会社にとっても、大きな障害になるんだよ。大変そうだね。大企業なら、資金は簡単に用意することができるけど、中小企業の場合、数億の資金を用意することは、簡単なことではないんだよ。その後、ドラゴンクエストで成功したエニックスや、ファイナルファンタジーをヒットさせるスクエアも、ゲームがヒットするまでは、資金繰りには相当苦労したんだよ。中小企業にとって、ファミコンに参入することは、ゲームの大ヒットで、大きな成功を収めることができる一方で、失敗すると、会社が消滅してしまうような、大きなリスクを抱えることでもあるんだよ。ファミコンに参入することは、会社の命運をかけて、清水の舞台から飛び降りるくらいの、覚悟が必要なんだ。ハイリスクハイリターンの世界だね。そして、ハドソンは、かねてから取引のある銀行を、訪問する。ハドソンと銀行の交渉。ハドソンと銀行の融資担当。ハドソンさん、わざわざご足労をおかけしまして、申し訳ございません。H 銀行さん、この度は、お時間をいただきまして誠に、
ありがとうございます。ご相談したいことがあると、お聞きしたのですが、どのようなご用件でしょうか？はい、今回お時間を、いただきましたのは、弊社が、新しい事業に進出するにあたりまして、追加融資についてのご相談なんですよ。新しい事業の追加融資ですか？はい、そうなんです。御社もご存知のように弊社は、パソコンソフトの開発や販売を、行っております。それに、家電大手のシャープさんにもひいきにさせて、いただいており、おかげさまで、順調に業績を伸ばしてきました。そうですね。喜ばしいことです。今もパソコン市場は大きく、成長しているのですが、それよりも、もっと大きく成長している市場があるんですよ。ほう、それは何ですか？家庭用ゲーム市場です。家庭用ゲーム市場ですか？はい。任天堂のファミリーコンピューターはご存知でしょうか？はて、新聞にはよく記事が出てますが、どうも、子供たちの間で人気があるとか。そうなんです。弊社は、これから家庭用ゲーム市場が、大きく成長すると予想しているんですよ。なるほど。それで、任天堂の家庭用ゲーム機からソフトを、発売しようと思っているんです。ほう、任天堂さんの。はい、先方とは、すでにライセンス契約を締結しておりまして、開発体制の準備も、整っております。いつでも、ソフトを発売できる状況なんですよ。それは、喜ばしいことですね。それで、御社にご相談なのですが、御社とは、弊社の創業時からお世話になっておりますし、現在も融資いただいております。そこで、新しい家庭用ゲーム市場への、参入のために、追加融資をお願いしたいんです。追加融資ですか？はい、任天堂さんからゲームソフトを、発売するには、事前にソフトの製造費用と、広告費が必要になるんですよ。なるほど。弊社のファミリーコンピューターの、ゲーム発売は、7月を予定しているのですが、ソフトの製造費用として、5月までに、丸億の融資をしていただきたいんです。丸億ですか？いや、しかし、申し訳ないのですが、5月までにこの金額の融資は、難しいかもしれませんよ。難しい？はい、弊社はご存知の通り、融資するにはそのための担保が、必要になります。担保ですか？申し訳ないのですが、御社の現在の担保ではこの融資金額は、社内決済が下りない可能性があります。そうですか。確かに、弊社はソフト会社ですから、不動産のような担保は持ち合わせていませんからね。そうなんです。大変申し訳ないんですけど、御社の要望する、追加融資を、したいのは山々なのですが、担保がなければ、社内決済を通すことは難しいですよ。そうですか。それは、困りましたね。ということは、追加融資が見込める担保があれば良いということですか？まあ、そうですね。それでは、これはご相談なのですが、追加融資の金額を確実に、回収できることが、弊社から証明できる書類みたいなものがあれば、追加融資の審査をしていただけますでしょうか？まあ、そうですね。例えば、御社が制作されておりますゲームソフトの、受注金額の証明などがありましたら、弊社の融資審査の対象として、手続きを進めることも可能かと思います。そうですか。例えば、どのような書類があればよろしいのでしょうか？そうですね。例えば、販売先から御社への注文書などがありましたら、御社の売上が見込めると解釈できますので、弊社の審査を通すことができるかもしれません。そうですか。弊社のゲームソフトは3月に完成する予定ですので、4月の半ばまでに販売先から受注した注文書を御社に提出させていただければ、追加融資の担保として、審査の対象にしていただけますでしょうか？それは、可能だと思います。取引先に対しての融資金額に、見合う受注金額が、証明さえできれば、それを、担保として追加融資は可能だと、思います。そうですか。わかりました。それでは御社の融資に見合う、注文書を提出させて、いただきます。わかりました。それなら、私が社内を説得してなんとか、融資に持っていきましょう。ありがとうございます。それでは、また受注書を持参して、お伺いします。ということでハドソンと銀行との、融資交渉は一旦終了するんだ。ということは、銀行さんは現在のハドソンの、資産では、追加融資できないけど、ハドソンが、将来確実に見込めるという、売上証明ができれば、銀行から、追加融資してもらえる可能性があるってことかな？そういうことだね。その後、ハドソン社内では、追加融資についての打ち合わせが、行われたんだ。ハドソンの社内会議。ということなんだ。社長、どういうことなのか、もう一度説明してもらえますか？そうだな。要するに、ゲームが完成したら、社内で手の空いている人材を、集めてもらって、問屋さんからゲームの注文を、取ってきてほしいんだよ。
問屋さんに注文を取りに行くってことですか？そうだよ。開発チームは、3月までにゲームを完成させてもらう予定だから、完成したらすぐに、みんなで問屋さんへの営業活動を、してもらいたいんだ。夏休みは、ゲームが売れる借り入れ時になるからな。今年の夏休み前には、ゲームを店頭に、並べられるようにしたいんだよ。そうすると、5月から任天堂さんに、ROM 製造を開始してもらえれば、7月には発売できるんだ。それに、4月中までに、注文書が集まれば、それを担保に、銀行さんから追加融資を、してもらう目処がつく。そうすれば、5月には、任天堂さんに製造費用の、資金を支払うことができるんだ。そうですか。わかりました。それじゃゲームが完成しない、営業を開始します。よろしく頼むよ。ハドソンは、会社の存続をかけた、ファミコン参入のため、開発チームは、1月からゲーム制作を、開始して、3月半ばまでの完成を、目指していたんだ。そして、ゲームが完成したらすぐに、任天堂から紹介してもらったトン屋さんへの、営業回りをすることになったんだよ。100年の歴史を誇る任天堂は、長年取引関係にある、おもちゃ屋の流通ネットワークを、持っていたんだ。そして、任天堂には、初心会という、トン屋グループのネットワークがあり、ハドソンは、任天堂からの紹介で、全国の初心会に出向き、ゲームソフトを売り込んでいったんだよ。しかし、任天堂以外の会社が、ファミリーコンピューターのゲームソフトを、発売するということは、初めてのこと。まして、当時のハドソンにとっては、慣れないおもちゃ業界での、営業活動となり、トン屋さんを説得して、受注活動を行うということは苦労の、連続だったんだ。おもちゃ業界では、新参者だものね。ハドソンにとって、ファミコンの参入は、会社の存続に関わること。慣れない営業周りでも、必死に受注活動を、行ったんだよ。まさに、四面楚歌の営業活動だね。ハドソン、最後の融資交渉。そして、同年4月、ハドソンは苦労して集めてきた注文書を、持参して、融資先の銀行を訪問したんだ。ハドソンと銀行の融資担当。今回、お伺いさせていただきましたのは、以前、ご相談させていただきました。例の追加融資の件なんです。そうですか。ということは担保の目処がついたということですね。はい。任天堂さんからの紹介で、トン屋さんを紹介させて、いただきましたので、慣れない営業活動でしたが、なんとか受注活動を、することができました。そうですか。さぞご苦労したでしょう。いえいえ、家庭用ゲーム市場に参入できれば、弊社は大きく成長できると、確信していますから、営業の苦労も報われます。そうですか。これが、弊社がトン屋から受注いたしました。注文書の原本になります。追加融資いただける分の、受注金額をいただくことができました。では、拝見させていただきます。はい、どうぞご確認ください。確かに、追加融資に見合う注文金額を、確認することができました。それで、追加融資の件は、考慮させていただけますでしょうか。そうですね。先物受注での担保は異例なことではありますが、私が責任を持って、追加融資の手続きを進めさせて、いただきます。ありがとうございます。こうして、ハドソンは銀行から、任天堂への支払い費用を、なんと確認することができたんだ。資金繰りって大変だね。そして、5月の初めに任天堂への、支払い手続きを、無事完了させることができ、7月のゲームソフトの発売を、楽しみに待つことになるんだ。苦労した甲斐があったね。今回は、ここまで。次回は、ハドソンの経営陣が、資金集めに奔走している間、開発チームは、ファミコンのゲーム制作に、取り掛かっていた。そして、ハドソンが企画したゲームは、ロードランナーとナッツ&ミルク。おお、ロードランナーとナッツ&ミルク。しかし、パソコンゲームと違う、ファミコンのゲーム制作に、開発チームは、悪戦苦闘することになるんだ。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。